皆さん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。ルートレス山崎です。動画の更新が空いてしまいましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。私は特に何事もなく平平凡凡に暮らしておりました。釧路は短い夏が終わり、野鳥たちにも大きな変化がありました。餌を食べに来るのはとうとうご覧いただいている河原ひわさんだけになってしまいました。今度こそ幼鳥さんをはじめ他の河原ひわさんたちは南へ向け旅立っていったのだと思います。毎年のことではございますが、8月の終わり頃から10月の初め頃まで我が家の庭に餌を食べに来るのはスズメさんだけです。シジュウカラさんたちが住宅地に戻ってくるまでの期間、今から約1ヶ月ほどがお庭野鳥観察にとって1年で一番静かな時期になります。10月から始まる次の越冬休時にはどんな種類の野鳥が来てくれるでしょうね。去年はシジュウカラさんに始まり、ヤマガラさん、日本では北海道でしか見られないコガラさんによく似たハシブトガラさんや、シロハラゴジュウカラさん、エゾヒヨドリさん、意外な野鳥としてシメさん、ビデオ撮影に失敗したシマエナガさん、キツツキの仲間のコアカゲラさん、足元しか映っていなかったカケスさん、招かざる野鳥としてハイタカさんが来ました。今年はどんな野鳥が来てくれるか今からワクワクしています。スズメさんたちがひまわりの種が入っている皿のところに出張してきました。残念ながらその皿には黒ひまわりの種は入ってないよ。雨が続いているからポットくんも外に出せません。自動給餌バードフィーダーのポットくんをそのまま雨の中に出してしまうと中の種が濡れてしまって、そのまま放置すると芽を出してしまいます。いずれポットくんの防水対策も考えなくてはいけませんね。ポットくんに雨がかからないように対策してもスズメさんや他の野鳥さんが濡れた頭を突っ込めば種が濡れてしまうので、防水対策は難題中の難題です。ポットくんをどげんかせんといかんけど、どげんもこげんもなかろうもんです。冒頭にご覧いただいた河原ひわさんの映像は26日のもので、翌27日も次の日の28日も河原ひわさんは餌を食べに来ていません。あの河原ひわさんは仲間を追いかけて南へと旅立ったのでしょうか、それともまだ釧路近郊をうろうろしているのか気になりますが、しばらくの間はいつ河原ひわさんが来てもいいようにいつもの場所にひまわりの種を庭に置いておくことにします。スズメさんたちがひまわりの種が入っている皿に入っていたずらすることがありますが、もし河原ひわさんが来たら、ひまわりの種が入っている皿に食べ終わったからが入っているから食べに来たことがわかります。これから1ヶ月はスズメさんたちがお庭野鳥観察の主役です。野鳥のお世話に余裕がある。これから1ヶ月間でやりたいことは、秋から始まる次の越冬給餌に使う新しいバードフィーダーのアイディアがいくつか浮かんだので、それを形にしてみたいと思っています。ちょっとだけここでお話ししますと、ある鳥専用のバードフィーダーのアイディアがありまして、もしこのバードフィーダーがあの鳥に使ってもらえたら、これは絶対に他にはない世界初のある鳥専用のバードフィーダーになると思っています。新しいバードフィーダー作りと並行して進めておきたいことは、来年の春にシジュウカラさんに使ってもらえるようにもう一つ巣箱を作って、今までとは違う方法で設置したいと思っています。これが今度作る巣箱の設計図です。今物干し台に設置してある巣箱は幅150ミリの松の木の板を使って作ってありますが、今度作る巣箱はちょっと広めの幅180ミリの板を使って作る予定です。前回はろくな設計図もなしに思いつくがまま作ってしまって失敗したところもあったので、その失敗を踏まえちゃんとした設計図を起こしてみました。この巣箱は
木にくくりつけるとか、洗濯物を犠牲にして物干し台に設置するのではなく、地面が土の場所ならどこにでも設置できるように考えています。この方法は私のオリジナルではなく、欧米では一般的な方法です。一番のメリットは簡単に巣箱が設置できることです。前々から気になっていたので、今回ぜひ試してみたいと思います。ホームセンターに行って設置に必要な材料を見てみると、コンクリートの台座と物干し台を使うよりもずっとお安くできると思います。この設置方法なら巣箱だけではなく、バードフィーダーの設置にも転用できそうだと考えています。ただし、この方法は冬になって地面が凍りつく前にやらなくてはいけません。こちらは一見巣箱のように見えますが、巣箱ではありません。以前お話しさせていただいた新しい巣箱のためのモデルルームのようなバードフィーダーです。すでにここで巣箱なのかバードフィーダーなのか、わけがわからなくなったかもしれませんので、このバードフィーダーの使い方を少しだけご説明します。このバードフィーダーをはじめに使うときは、前面の入り口の板と後ろの板を開けて使い始めます。前後の板が大きく開いていることで、野鳥たちが悠々と出入りできて、中に入れてあるひまわりの種を簡単に持ち出せます。この状態で鳥たちの警戒心がなくなるまでは、一定期間自由に出入りさせて餌を持って行かせます。鳥たちが十分慣れてきたら、まずは後ろの板を閉め、出入りは前面だけにします。前面だけが開いた状態に鳥たちが慣れたら、今度は前面の板も閉じます。外から中に入っているひまわりの種が見えなくても、鳥たちは中にひまわりの種が入っていることが分かっているはずです。もしあなたが40-3だったらどうしますか？私が40-4なら、前面に開いた丸い穴から入って、中にあるひまわりの種を取りに行きます。ここまででこの計画は半分成功と言えるでしょう。そして次の段階として、丸い穴の開いた箱に入れば、中に餌があると思った40-3は、物干し台に設置してある本当の巣箱にも入ってみると思うんです。まずは本当の巣箱の中を見てもらわないことにはこの計画が続かないので、その誘導方法としてモデルルーム巣箱を考えて作ってみたのです。物干し台に設置してある巣箱が気に入らなければ、モデルルームを作った意味もなくなりますので、可能性を上げるためにもう一つ別の場所に巣箱を設置することにしたんです。ちなみにこのモデルルームには巣箱としての条件は満たしていないので、巣箱としては使えないでしょうね。さて、本日の動画はいかがだったでしょうか？この人はバカなことを考えてるなぁと思った方はグッドボタンを、このおバカさんの考えた計画がどうなるか気になった方はチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。したっけね。